するのはあなたよ、デメラルダス。メーテル、また会いましょう。破壊するわ。
ここにあるわ。みんなの体がここにあるわ。到着です。結局生き物が生きていくためには餌になる生贄が必要なのね。それが自然の法則なの。悲しいね。自然の法則に逆らわないで生きていく方法はないのか。さあ私にはわからないわ。今万感の思いを込めて汽笛が鳴る。旅立つ若者の夢を乗せて汽車が行く。